メロ GB 陽一ねる子とはおちゃんです。今回はミルクパンのスクイーズを作っていきたいと思います。スポンジを切ったり着色する動画は大変なので撮っていないんですけど、今回は着色したミルクパンの形に成形したスポンジがあるので、こちらに焼き色をつけていきたいと思います。とっても低反発なんですけど、こんな風に本物のミルクパンを触ったことがないんですけど、とってもこちら低反発です。はい、こんな感じです。で、こちらに焼き色をつけていきたいと思います。とイエローウォーカーの絵の具を紙の上に出しました。で、こちらパフですね、メイクアップスポンジでの焼き色をこれにつけていきたいと思います。それでは早速やっていきます。焼き色をつける動画なので、焼き色をつけるだけの動画なので、興味がある方のみご覧になってください。それではやっていきます。ちょ、画面が揺れるかもしれないんですけど、はい、こんな風に焼き色をつけていきます。ちょっと揺れるからこっちに置きますね。ちょっとあれなので、多分また重ねてちょっと混ぜて、他のね茶色系の絵の具と混ぜて焼き色つけるかもしれないんですけど、とりあえず焼き色パーッとつけていきます。知れないけど、とりあえずまあ塗っていきます。塗っていくじゃない、焼き色つけていきます。はい、まあこんな感じですね。もうちょっと明るすぎるんで、もうちょっとなんか加えて色を、はい、本物っぽく近づけていきます。で、裏も同じく塗っていきます。販売するのでやっぱりね、リアルにした方がいいので、ちょっと頑張ってこの後も焼き色をつけていくんですが、とりあえずはこんな感じで焼き色をつけました。すごい音、まあ、こんな感じですね。ちょっと今触ったらまだあれなんですけど、もうちょっと重ねて塗って作っていきます。はい、こんな感じです。では完成したらメルカリで販売するので、もしよかったらご購入お願いします。それでは、バイバーイ。